皆さんどうも、香港在住のゆうやです。いかがお過ごしでしょうか。今日もね、いつも通りパジャマ姿でお送りしたいと思います。はい、早速本題に入っていこうと思うんですけど、今日はある視聴者さんから2点ほど質問をいただきまして、それに関して回答していきたいなと思います。ちょっと髪の毛すいません、ちょっと全然カットいってなくてもうボサボサなんですけど、はい、もうちょっとこのまんまちょっとメッシーだけど進めていきたいと思います。まず1つ目、香港に移住すると日本の非居住者になり銀行口座の解約が必要との情報を得たのですが、日本のクレカを維持したく日本の銀行口座が必要です。ゆうやさんは日本の銀行口座についてはどのようにしましたか、という質問をいただきました。これね、海外に移住するときには結構あるあるな質問だと思うんですけど、はい、確かに日本の、規定上、レギュレーション上は日本に移住していないと銀行口座っていうのは持っていてはいけないです。で、これかなりグレーゾーンではあるんですけれども、日本の連絡のつく電話番号と手紙が受け取れる住所がちゃんと登録してあれば、まあ、問題なく維持はできます。銀行行くときに日本に居住してるかどうかっていう確認は出さないじゃないですか。で、もちろん作るときは居住しているだろうし、完全に非居住者っていう状態から新しい口座を作るっていうのは難しいかもしれないけど、ほとんどの方がもうすでに日本の口座をお持ちだと思うので、日本人であれば、まあ、そこは心配ないですよね。で、海外出るときにわざわざ出ますっていうことを言わなくてもいいので、ただ出る前に必ず先ほど言った通り連絡のつく電話番号、あとは手紙が受け取れる住所を登録しておく必要があります。それさえしておけば普通に維持はできますね。で、ちょっと前だったら家電でもよかったんですけど、近年は携帯番号もかなりしつこく聞かれるので、それも登録する必要があります。まあ、それは仲のいい友達なのか親なのか分かりませんが、登録しておいた方がいいです。というか登録しないと多分ダメですね、最近は。やっぱりほら、アプリとかで開くときにアプリをアップデートしてまたログインするときとかに2段階認証で携帯に SMS メッセージが行きますとかっていうのがあるん で、僕もね、結構ね、調べて、なんとか海外にいながらその日本の電話番号、携帯番号をゲットして SMS メッセージが受信できないかなっていろいろ調べたんですけど、なかなかないですね、っていうか見つけられなかったです。ね、月額500円とか、まあ、もしくは使った分だけ払うような海外で維持できる SIM カード、プリペイド SIM カードがあればいいなと思ってたんですけど、いやー、ないですね。何個か見つけたんですけど、その全てのプリペイド SIM カードが海外では SMS メッセージは受信できませんというものでした。 VPN とか使えば受信できるのかな、ちょっとそこら辺まではわからないですけど、もしなんかこれね、視聴者さんで、あ、こういうのありますよっていうアイディアがあれば、ぜひ教えていただきたいのでシェアをお願いいたします。はい、ということで銀行口座は問題ないということで、日本のクレジットカードもそのまんま、持っていればいいかなと思います。で、日本のクレジットカードも同様で、連絡のつく携帯番号と手紙が受け取れる住所の登録をしておけばいいかなと思います。クレジットカードもね、有効期限切れそうになると新しいのが送られてきたりするんで、ちゃんとそれは受け取れないといけないので、同じその2点ですね、ちゃんと連絡がつく、携帯の電話番号と、あとはちゃんと受け取りができる住所、その2つを登録する必要があります。まあ、これで問い1に関しては全部ですかね。はい、特に難しいことはないかなと思います。まあ、身寄りがね、日本に一切ないっていう場合はちょっと難しいかもしれないですけど、まあ、なんとかそこは見つけていただけたらなと思います。質問釣りその2ですね、香港移住の際にどの程度費用がかかりましたかっていうことなんですけども、最初の初期費用ですね、駐在さんとかに関しては会社がもう全部出してくれると思うので全く問題ないと思うんです。フライト代も出るだろうし、引っ越し代も出るだろうし、それ以外で考えて、僕みたいなね、こう現地採用でゼロで香港から現地のこっちの香港に来ますっていう場合は、生活レベルにもね全然よると思うんですけども、例えば
うちの家賃は 11,300 ドルなんですね。約日本円で20万円なんですけども、それで考えると、まず最初の家賃1ヶ月分っていうのは必要ですよね。で、仲介手数料を書いて2ヶ月分、でデポジットがあると3ヶ月分っていうのはもう家で払わなければならないわけですよ。なので3ヶ月分でプラス、あとはその他の初期費用ですよね、まあ、テーブル買ったりベッド買ったり、まあ、それで、まあ、約1ヶ月分はかかりますよね。まあ、冷蔵庫はあったりなかったりするんで、あとは香港に来て必ず買うものっていうことで、紹介してるビデオもあるので、それも見ていただけたらなと思います。まあ、それで4ヶ月分で、まあ、予備含めて5ヶ月分で、まあ、飛行機を考えると、まあ、それで 5.5 でプラス他にかかるもの、まあでもそれぐらいかな。だから5ヶ月分プラス飛行機代っていう感じですかね。まあ、飛行機代もね、会社によっては出してくれたりするんで、まあそこも交渉次第なんですけど、まあそこに関しても以前僕が海外に行く時に必要なこう交渉をする項目だったりとか、あ、やっとけばよかったなーって後悔していることをまとめたビデオがあるので、ぜひそちらも見ていただけたらなと思います。そんなもんですかね。まあ、5ヶ月分って言ったらうちで約20万円なんで、まあ、約100万円は必要ですね。まあ、今円安がねだいぶいってしまったんで、今1ドル146、7円ぐらいまで、まあ、これでもちょっと下がったんですけどね。まあ、そこに関してやっぱ日本円っていうのは難しいなとは思います。まあ、なので、僕と同じぐらいの生活レベル、お給料だったりとか家賃っていうのであれば、はい、約100万円ぐらいかなと思います。まあ少しでもこれが参考になればなと思います。他のコメントでもうすでにもう返信はしたんですけども、バス、トイレ別のところっていうのはどういう感じなんですかというような質問がちょっとありました。今日も返信したんですけど、バス、トイレ別っていうのは基本的に香港ってないんですよね。やっぱイギリス文化なので、まあアメリカもそうだと思うんですけども、基本的にバスとトイレは一緒です。なので 1K でワンルームでバス、トイレ別っていうのは見たことないですね。もしもバス、トイレ別っていうところを探すのであれば、2万ドル3万ドルぐらい出せば入り口のすぐそばにゲスト用のトイレっていうのがある物件っていうのもあるんですよ。なのでそれがバス、トイレ別になるのかなと思います。ただね、実際に自分たちが使うトイレっていうか、そのバスルームの方に行ったらやっぱりバス、トイレセットになってます。なんで完全にシャワーとかお風呂だけで独立でありますっていうのは難しいですかね。僕今まで見たことないですね。本当に、高級物件でもバス、トイレは一緒で、ゲスト用のトイレがあるっていう形ですかね。やっぱ日本人からしたらね、トイレっていうのがやっぱ汚いっていうイメージがあって、それがバスルームの近くにあるのは嫌だって思う方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、そこに関してはちょっと難しいかなと、僕の経験上は思います。はい、ということで最後はちょっと余談でした。まあ、これがね、皆さん何かの参考になれば、嬉しいです。まあ、こんな風に、コメントの内容によっては動画でぜひ返信したいと思うので、もし質問等あればぜひまたコメントで書いていただけたらなと思います。それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。 See you next time. Bye.